ということでね、欅の改名ということで、いやー桜坂来ましたね。になる福山さんですか。まあね、愛としてたって感じですかね、これね。まあでも結構予想はできたっぽい名前でしたね。あ、そうなの。そのファンからしたら。そうですね。まあほら一回ほらコノと六本木行ったじゃない。ライブのね、はいはい、衝撃的な発表だった翌日にライブにねたまたま行ったんですけども、六本木ね、あのスタイルさんが閉店セールやるという。あ、六本木のね、うん。ちょっと行ってみようかって行ってみて。でその六本木ヒルズ抜けて裏手にまあ欅坂というのがねこうあるんですけども、まあ、そこにこうね、まあ、サイマジョの時にこうみんなずらーっと並んで早朝に、ね、そこにこう坂道あってヒルズがあったらここにね桜坂ってあったんですよ。見た？いや全然、いやあったの。桜坂ってヒューってすごいカーブになってる桜坂があって、うん、全然どうでもいいですよね。桜坂はいいじゃないっていうね言った気がするんだよ。嘘つけよ。本当嘘つけ。したらなんか後付けかわからないけどそのね、うん、平手さんがね、はい、まあ、角を曲がるっていうソロのね曲を、テチがね、あ、そんなソロ曲出してる。角を曲がるっていう超名曲があるんですけども、あ、じゃあテチがいなくなったテチが、まあ、そこを角を曲がって桜坂というような説もねなんかあったりなかったりとか、まあだからいいねネーミングだもん。爽やかよ。爽やかで欅もね木ですから桜も木ですから、はいはい、同じ木という感じで漢字のね形も似てる、ね、うん、あれ難しいのは似てる。どっちも難しい。桜田門外の桜と。そうね、だから桜って読めないっていう番組だってもね全然通用しますよね。だからあれまだずっと欅読めない。欅って読めない。いや欅って書けないだけどどちらかな。絶対ダメだ。絶対ダメだ。お前それ乃木坂ってそことか乃木坂ってあっちとか乃木どこなのにみたいなことよ。そうね。それ絶対ダメだ。桜って書けないでもね。うわ。それ俺が言うんだよ。お前それは。桜って書けないでもね通用するんですよ。もう間違いない。まあまあでも G でもね知るとこ似てるよな。そう。さっきねちょっと桜坂もう一回検索してみたの地図で、はい、Google マップでと。ここ渋谷なんですけども、僕ね。中華そば桜坂っていうのがねまたあるんですよ。全然違いますよ。だから多分ね、なんで飯屋で繁盛すると思うんですよね。ああ、その改名のタイミングって。そう、まあ、まず欅ファンは絶対桜坂多分ねもう結構記念撮影で行ってると思うんですよ。なんでやっぱこの欅坂とかね桜坂とか乃木坂とかさ、まあ、あの辺六本木周辺あるじゃないやっぱ、うん、乃木坂好きでしょ。乃木坂トリ行ったでしょ、まあまあ、乃木坂のこう行ってない。あ、行ったよ。全悪とかも昔言ってたけど言ってない。ダメだよ本拠地ぐらいと。まあちょっと俺があの時たまたま言ってた。いや多分お前知らなかったじゃん。ここか欅坂明日だよ。俺がここ欅坂なんだよっつって。そうですね。いやまあだからね全然知らないよ。まあ興奮したっていうの。まあ、やっぱあの発表だと。でもやっぱ欅から、まあ、新規って、ね、桜坂になるっていうことは、うん、全然もう受け入れられてる。全然受け入れられてる。あ、ほんと。曲全部もうだから逆に今までの使ってた曲って全部なしよな。もうまあ多分そうなるとはね思うんですけどね。桜坂結成5年とか10年とかの節目で、うん、欅を歌うのがめちゃくちゃグッてくるわけで、まあまあね、だから共和音とか最魔女とかね。もうだから一発目のライブでいきなり最魔女出したらちょっと冷めるよな。ね、ちょっとね、まあ、やっぱやんのか言ってそれ。いやそれダメだよお前それってなっちゃう。いやそうなっちゃう。なっちゃうけども、だからそうね、だからどんだけ曲のストックがねもう今どんだけあるのかっていうのが気になりますけども、まあベストアルバムをね1曲目の予想したら、1曲目のタイトル予想。あ、タイトル予想ね。欅坂の時だからサイレントマジョリティでしょ。まあちょっとこう大人に反抗するというか、うん、でも今回はだからさ、うん、ちょっとまあ新しく変わろうみたいな、まあまあそうね、新規一点スタート切ろうみたいな、多分タイトルもそこによると思うんだよ。でちょっとねこういったピンクのね坂道グループのマークになりましたし、うん、色合いもね、だから可愛い感じになるんじゃないかと思うんですよね。はい、なんとなくでも乃木坂より可愛い感じではなく、どっちかというとあの欅でも感じられたあの疾走感、疾走感と哀愁の間ぐらい、可愛いと哀愁の間ぐらいの疾走感ぐらいの
たいな。日焼けどっちかっつうと、まあ、アイドル界の曲名早くっつって、もうメタルハードコアみたいなもんですよ。曲名だから好きなんですよ、もう私はね、日焼けなんかサイレントマジョリティーになると、だから変わる曲、ね、ビッグボイス、多分もう違うわビッグボイスがもうだいぶダサいもん。マジョリティー反対なんだっけマジョリサイレントマジョリティってなんだっけ。マジョリティが大多数、少数、あ、大多数だっけ、マイノリティか、マイノリティか、ビッグボイスマイノリティ、マイノリティグリーンデーでマイノリティってね、そ真逆にしてってこと。マジョリティが多数派、そう、ね、いやだからそんな全部またカタカナになる。ああ、そっか、桜坂で会いで、いや俺漢字とか入るような、確かに桜坂で会いましょうみたいなね、なんかそういう感じの、日向坂で会いましょうみたいな、なんかその今までのになんかかけたタイトルになる感じ。そうね、アンサー、そう、一発目超大事だもんね。ね、漢字だし、いや桜、いや桜ってほらでも春のあれじゃない、季語じゃない、9月10月秋のね、むずいね、どっちかつと。だから本当は2月かそんぐらいに桜っていうタイトルでもよかったよ。いや確かに、なんか決命詞とかね、ああいう感じの桜でもいいけど、 あえてここで桜、なんか二人セゾンとか秋の歌なんですよね、なんか、はいはいはい、二人セゾンってこれなんか二人でなんかもうみんなで木をセゾンカード、そう、木をこうねやるみたいな。あれ なんで二人セゾンなの、あれどういう意味。いや俺セゾンって意味で、ね、俺知らんからよく分かんなくて、ね、覚えてないんですよ。セゾンカード入ってるんですけど、もうよく分かんない。それ二人セゾン、セゾングループとかなんかねあったんだよ、まあ、なんかさ、それさ、あれじゃなかった、池袋かなんかのさ OL さんたちのカバーみたいなのしなかった。違う、なんだかな、なんか一般の人たちなんだけど、明らかな、その人らがなんかちょっとカバー二人セゾンかなんかをなんかオマージュしたやつ作ってた気がするんだな。ちょっと違う、夜遊びじゃなくて、夜遊びじゃなくて全然なんか、まあ、それ結構ありそうだ。いや普通に CM とかなってる。え？マジでマジで。なんかそれだけ。うん。え、そう知らない。あれ？なんかちょっと綺麗どころ集めたのかなみたいな、会社の綺麗どころの。恵比寿マスカッツみたいな。なんかまあまあまあ具体的には。いやなんかそれもじってんのよ確か。欅のなんかセゾンカードグループだからその AKB48 とかみたいに3文字アルファベット3文字。あ、違うわ。はいはいはい、あ、でもそうだ、アルファベットあれだから謎なんよ、なんか欅じゃん、うん、普通には欅坂で、46じゃん、うん、でなんかそれでは AKB システムでアルファベット頭文字で3文字取って、うんうん、46とかごっちゃになってた気がする。はいはいはい、まあ確かに欅坂はそうだね。いや違う、数字も違った気すんな。そうね、じゃこのグループ AKB とかね、 LGT とかって、うん、そうね、まあ地名をね、なんかそう、うん、AV のタイトルにありそうなチーム名つけてた。ああ、いいじゃない。いやでもね、そこそういう反応されるってさ、欅坂はそういうのね、あんまりやめてほしいですけど、ね、まあだからね、桜坂になってどういうね、曲調、もう曲調ですね。でも作ってる人たちは変わんないでしょ。いやバグベアさんとかね、ナスカさんとかね、ああいう哀愁のね、もう哀愁、いやナスカ、ナスってナスカさんってねあの平井心とかね、あの名曲を超作るね、その黒い鈴とかね、こうちょっとこう哀愁漂うじゃない、黒い鈴とか。平井心っていう経験あるの？めちゃめちゃかっこいい。テテテテステテテステテテステテ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 テ、だからこうネット上のこういうバリ雑言も、でバリ雑言はそういうあのあれだね、ネットの電波で平井心に叩きとか、そういうのを私がそばにいて、私が平井心となって受け止めて、受け止めようみたいな歌なんだよ。うわめっちゃ分からん。そんなね、こう平手さんがね一人でこう振り付けでもね、こうなんかみんなにこう逆走するみたいな、ね、振り付けもあるんですけども、そういうね、なんつうのかな、やっぱね、その世間をこうちょっとこう斜めから切るような曲が多いんですよ。なんかちょっとここをうがってじゃないですけど、だからそれと、いや、それには多分振らないと思うんですよね、多分ね。でも乃木坂みたいなああいうポップな可愛い感じにはならないと思うんですけどね。だから疾走感のある、だから、アイムアウトとかね、ああいうなんつうのかな、あのちょっとかっこいい系の、かっこいい系の、いやでもね、ああいうなんつうかね、まあだから音楽のジャンルでいうと、まあメロコアみたいな、こっちはハードコアなんだけど、もう欅坂がハードコアなんですよ、私の中でね、アイドル界のハードコア。乃木坂はもうポップ、
ポップポップパンクみたいなね、はい、うん、AKB はもうホントもう上級のポップよ。もうなんかあのもう日本大使がみんな好きで音楽じゃない AKB とかね昔の。分からんけど何の話してんの。知らねえよどこ潜り込んでんだと思っちゃった俺も桜坂に関しての、うん、いつから改名。14日何月10月12、13で、うん、まあ無観客で代々木でねやるんですけど、最後、でそれを機に散ると、まあ、散るといやいやいやそこはまだち、ね、そうね、まあ、欅坂の葉っぱが落ちるみたいないや散ってんじゃん、まあ生まれ変わると、うん、苗木をするってことですね。桜に生まれ変わる。桜に生まれ変わる。あ、まあ、字違うけど。だ曲調とかね。曲調いいわもう。だいぶ。いや曲調いいわもう。もうね。もうマジで。欅のファンって意外とね、あのロックファンとか多いんですよ。あ、そう。結構その俺もそうじゃない。どっちかともベビーメタルとかアイドル好きだけど、うん、欅はね、本当ベビーメタル以上のね、そういうエッセンス感じるんですよ。へもうだからね、まあ、でも桜坂はね、そっちじゃないくてもいいんですよもうね。もうあのメンバーがね。名前の爽やかさで出るんだよ、ね、日向坂っぽい。まあそうね、日向坂はすごいいい名前ですね。本当いい改名、あれは本当にグッド改名。ひらがなケーキ、ひらがなケーキ本当にグッド改名。日向っぽいもんね、お日様だし、ファンのことをお日様って言うし。あ、そうなの、うん、欅はなんて言うの。なんつうんだろう確かになんつうんだろう。なんて言うのそれ。確かになんつうの。え、乃木坂なんつうの。いや、言わなかった気がするけど。そうだね、うん、いや、そう、日向坂ね、お日様つうんだけど、私欅なんで日向だけそれラジオリスナーみたいな。それオードリーさんがやってるからか。あー、オードリーさんのラジオ聞いてる人はリトルトゥースって言うんだけど、結構ラジオってそういうのがあるみたいな。なるほどね、まあ、そのリスナーの名前を名前を決めるみたいな。はいはいはい、で MC オードリーさんじゃん、あれ日向坂の名前、それの名残があって呼び名決めようかっていう企画があったんじゃない。あ、素晴らしいですよね。あったんじゃない。お日様だもんね。 お日様がこう私たちアイドルを照らしてるみたいな。ルナシでいうスレーブみたいなもんですよね。うわ、ブラシでスレーブって、スレーブって奴隷って意味なんですけども、なんだっけ他そういうアーティストの名前ねえかな。スレーなんかいそっちゃいそうだよね。でも結構あるよね。ビーズはなんつうの。結構あるはずなんよな。ちょっと全然出てこないけど、まあね、桜坂に関してはね、だから注目すべきは曲、そして振り付けで、センターというポジションが存在するかどうか。あ、ほんでなるなら誰がなるか、誰がなるか。まあ私はまだ渡辺理沙さんなんですけど。ダメだ、渡辺理でしたよ。渡辺理じゃないよ、あんなとこにしてる。おいしそうやろ、日本の大女優よ、お前。いや、渡辺理沙さんですけど、多分ね、なんとなくなんかあのある渡辺理沙センターある、なんかね、匂わせ的にはね、まあ、小林優衣っていう、まあ、誰、あの一緒に、そんな、違う、そういうもう本の系じゃないよ、ね、小林優衣っていうね。小林優衣ぽん、まあ同じ埼玉の出身なんで、埼玉狂犬って言われてるね。え、加藤さんみたいな。そうめちゃめちゃ面白い。いや、結構ボソっていうことが面白いんですよ。それがセンターになるんだね。いや、最後のライブというか、まあ配信ライブで、結構センターストーリーが多かったですよね。あ、その子がガラスを割れ、あと最後の誰がね鐘を鳴らすのかとか、ああ和田彦みたいな、ああいうタイトルで、あの鐘を鳴らすのは私がね、鳴らすのは私ですみたいな歌があるんだけど、それでまああの最後のねシングルにはね、あの事実上センターポジションは私にはないと思ってるんですよね。結構目まぐるしくそのセンターポジションが生まれかぐるぐるかん、まあ、20とかもそう、20もセンターみたいなのなく、みんなそれぞれが平等に代わり番号だ。そうだ、今で韓国アイドル結構そんなのね。あ、それいいかもね。だから何つうの、何か、ね、聞く話で言うとモンスターペアレンツでいうと保育園のね、その桃太郎が10人いるみたいな、なんかそういう話聞いてもらうじゃん。もう10年以上前ぐらいの話だ。あ、そうか、うん、結構マジ、あのみんな同じタイミングでゴールしなきゃいけないとか。そうみんな揃ってゴールする、主役がめちゃくちゃいるみたいな。まあなんかそういうシステムになるのか、まあ本当にね、センターを本当に設けるのか。でも第2の手地作ろうという動きはあんま良くないんじゃない。だから、ね、日向坂もね、その小坂さんがずっとやったんだけど、ちょっとセンター重圧から佐々木美玲っていうね、ここに変わったんですけど、変わったというか、まあそのまあ、ずっと小坂だったのが変わったというのはあるんで、だからセンターというポジションはだいぶね、いや、ちょっとね、見えちゃってね、また、それもまだあの15、16ぐらいだから、若いのよ。もうそれ、目いったってのも分かってるの。いや、もともとね、多分精神的に強そうな感じだけど、目いった感じだと思うよ、多分。
あ、そう。けどその表だって出る。2列目3列目に下がっちゃったって。下がるというか、まあさ、どうだろうね。そうそう、まあ、番組全部見てるけど、フォーミーちゃんあんま詳しくないですけど。そうそうそう番組全部見てるんだったら分かるよ、お前、そのぐらい。見てないの。あの3年生ね、乃木坂から欅のそのね、うん、でもすごいよね、あそこね、3つ枠あるってね。超だから毎週1時間半スペシャルみたいな感じで毎週楽しみですよ。あのテレ東さんは毎回あれね、本当にありがとうございます。もう編集しろ、このままでその時間使って最高です。テレ楽しみ、ありがとうございます。でもやっぱ YouTube 思うけどさ、 YouTube しか見なくなるじゃん。なる普段なる。でもテレビパッて見るとテレビめっちゃおもろいよ。やっぱじゃん。いや、やっぱテレビすごいわって毎回思う。もうだって日向坂のバラエティーのが素晴らしいよ。あ、そうなんだ。うん、欅は全然みんなやる気なかったけど、まあ、まあでも今ちょっとね、2期生新2期も入って、こう欅もだるみたいな感じが、いや、これすごい印象としてあるんだ。確かあるけど、うん、今ちょっとみんなね、その2期生の子がね結構元気な子多いんで、それにこう頑張ってこうみんなねガッてやってるけど、不思議よな。だから2期生、なんか2期生っていうのも不思議だし、ね、そうね、ひらがな欅のね、あそこの下り感があると、あの辺のね、だ長濱ねるさんぐらいからね、そのひらがなけやきとか始まったから。ねるちゃんはでも一期で本当は最後の方まで行ったんだよね。まあ去年のね、8月、7月末ぐらいでもうね、もうやめてる。じゃあ、一期の一番最初のオーディションの時に最終まで、あ、そうそうそう、行って、で親の反対でやめてみたいな。そうそうそう、でちょっと遅れてね、入ったから、あのちょっと劣等感を抱きつつ、はい、白がマリコ的な要素あるよな。あ、そう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 。でもね、やっぱ、まあ、セブンルールでね、今ね、はい、活躍されてるんで、若林さんに変わってる。そうですね。そっから私は録画します。あ、そう、長濱ねるさんマジで面白いから。セブンルールマジおもろい、マジおもろいね。あの女性版プロフェッショナルみたいな。あ、そう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 、めちゃくちゃ好きだから、ね、なんかね、何の回だっけな、なんかね、伝統芸能、江戸伝統、江戸切り込みやらね、回があったけど、はいはい、薩摩切子と江戸切り込みのグラスのね、そう、グラスの、そうそうそう、はいはい、一瞬ね、なんかね、まあ、女性なんだけど、それね、うん、もちろん女性の人が、うん、7つのルールを発表するんだけど、うん、なんかのね、シーンでね、うん、あのナイキエアーって書いてあるじゃん、はいはい、あれ逆だったのよ。すなわち、うん、トラビスなんだね。トラビスの海外で売ったあのあれ逆なんだよ。ナイキエア逆なんだけど、あれ着てたの。あれ、あれと思って、あれ嘘って思って、え、江戸切子、そう、受注のやつ、あ、俺買ったじゃん、ナイキエア逆のやつ、はいはい、そう、あれなんかと、え、え、と思って、好きなんだもんね、こんなの好きなのかもしれない。だからああいうファッションっていうかさ、ああいうグラスのワンちゃん知ってる？俺らの知らないわ。知らないわ。でも著名人だとね、あ、だから著名人ってマッツ鈴木さんとか大食いの、あ、ありがとうございます。マッツ鈴木さん俺らも知ってるわ。ありがとうございます。嬉しい。本木さんも俺らのこと知ってる、巨人の。嬉しい限りですね。だからね、中田かなとかね、あの辺のスニーカーがちょっと好きだね、方にちょっと届いてるんだけど、ね、確かにな、ね、この辺でね、だから悲しかった、桜坂のね、話を終えて、なんで乃木坂で最後終わってるの。増えちゃったね、50秒アルファベット3文じゃないか、漢字か。あ、でもおばさん、やめろお前、いい豊島くん、でも綺麗な人多いですね。テチいる？テチ、え、テチいる？いないいないいない。誰がセンターなの？でも綺麗じゃん、やっぱり。綺麗綺麗。やっぱロングが多いっすね。2期生3期生新メンバー、新メンバー、新メンバー、新メンバー見して。あ、いいっしょ、新メンバー、普通に新メンバーに、いや、これ新メンバーじゃねえだろっていう人いることを期待したんだけど、はいはい、普通にフレッシュだな。そうね、なんか企画女優みたいな雰囲気あるね。やめろ。これ私セゾン、私セゾン、そう、え、私セゾンよ。あ、それイラストじゃん。え、イラストめっちゃかっこいい。桂正和みたいな絵のタッチじゃん。合図な、合図の。ちょっと下見て、下見持ってました、ほらほら、私セゾン。へえ、え、シングルって曲出してんの？いや、なんか出してんの。永久不滅ポイントだ、これ。私セゾン、多分そんなだと思う。すげえすげえ。あ、全然違う。ちょっとなんか乃木坂っぽい雰囲気だね。確かに。
すごいね、こんな大多数でこのねサンシャインとかやってるの。ああ、全部セゾンついてるじゃん。そうだよ、もうセゾン縛り、セゾンカードだから。そう、へえ。これライブとかやんないのかしら生きてんかい生きてんかい、気になるね。へえ、すげえ。